はい、どうも上田純です。今回の動画は、そのメンズの、スキンケアだったり、メイクについてね、ちょっとお話ししていこうと思うんですけども、令和になりまして、もうメンズが、それこそ、スキンケアだけでも、そうですけども、香水であったりね、さまざまなこう身だしなみ、こういうのをこう整える、相手に不快な思いをさせないようにするっていうのがね、最低限のマナーだと思ってるんですね。そこでね、今回私が、軽く、そんなにね、本腰入れてやってるわけじゃないんですけども、メンズの中ではね、結構やってるかなと思う、スキンケアについてね、ちょっとお話ししようかなと思ってます。私ね、幼少期からね、もう結構敏感肌なんで、ちょっと睡眠不足になったりね、ちょっとこうストレスがね、こうダダッとこう立て続けに来るとですね、ヘルペスができたりね、肌が荒れたりするんですよね。そこでね、日頃の対策としてね、行っているのは、チョコラ BB であったり、亜鉛ですね。そういうサプリメントを飲んで、体の内側から、そのケアしていく。肌のこう活性化をね、促すような、ケアをしています。でね、朝起きてですね、白湯飲むんですね。白湯っていうのはちょっとお湯をね、ぬるくしたようなものなんですけども、飲むだけでね、新陳代謝が、格段に上がりましてですね、体の内側から細胞を活性化することができるんですね。それでですね、最近、ツイッターなんかでね、見たんですけども、メラノ CC っていうね、パックみたいな、美容液みたいなのがすごいいいって聞いたので、ちょっと私ね、こう、愛用してるんですけども、こういうものですね。お風呂上がりのですね、化粧水であったり、乳液で保湿したりですね、で、またこういう、美容液みたいなものでですね、肌をケアして、ちょっとでもね、こう、コツコツと、ちょっと美肌をね、保とうと努力している次第でございます。肌のケアっていうのはね、もう一日で、バッと綺麗になるわけじゃないんでね、皆さんもね、自分の肌に合った、ケアをしてですね、もう肌が綺麗なだけでね、もう人の目見て笑えますから、もう人生ハッピーです。だから皆さんもね、自分の肌に合ったケアを目指して一緒に美肌になっていきましょう。バイバイ。